今日ちょっとこれからね、このブルーシートを使って豪雨災害とかでよくね、水没したとか、はい、もう全く、ね、水に濡れて車が全然ダメになったとかいう話があるじゃないですか、はい、もうそれってどうしようもないじゃないですか、はい、でもその対策、うん、最低限の予防策としてある方法があるんです、はい、なるほど、はい、それをね、はい、まず必要なのは、はい、ブルーシートです ね、防水用のね、はい、やつを使って、はい、行こうと思ってます。実際ね、豪雨の時とかも一人でやる可能性も出てくるんでね、はい、まあ横尻ブロックとか置いた方がいいかもしれないですね。そうだね、はい、風があったりするんで、はい、こっちがぐるっとね、はい、真ん中に来るよね、はい、はい、これがまず準備段階で、はい、とりあえず一箇所紐で固定しましょうか。そう、ちょっとでもね。このカメラすげえ。いく感じですかね。はい。これに、ここに枠があるんで。はい。こうやって。なるほどね。投げてって。ドロン袋みたいになるんですね。はい、防水なんで、はい、まず水がこの辺に来るまでは守ることができるんで、はい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 、もしそうですね、あのどうしてもその上まで来た時どうするかっていうと、もう大きいやつを持って大きいズブって巻くしかないですね、何重にもね、うん、ちょっとこの方法で、はい、この辺ぐらいまで来てもまずそうだね、エンジンは守られるってことですよね、うん、中も大丈夫かなと思いますね、上の方まで行ったら、うん、最低限の手はそうですね、うん、はい、なるほど、こういう感じで、はい、車も高いですからね、こう一回、ね、壊れてもね、も十分守られる、うん、そうですね、はい、はい、ありがとうございました、ぜひ、はい、こういう感じで今日も、ね、はい、もらったんで、少しでもね、はい、皆さんのね、手助けというか、はい、はい、知恵としてね、備えとして、うん、うん、こういう感じでね、はい、やってもらったらなと思います、はい、この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。